こんにちは、ソックニッターのまゆみです。今日はホワイトマウンテンズのノースリーブを編みましたという動画です。えー、っと、編んだのはリコデザインさんのスペルババンブースーパーウォッシュ。えー、っと、032のものを一玉ちょっと使って2日間で 編みまししたすごい楽しかったですえっ、ー、と今回はこのちょっとバンブーが入っている涼しげな、えー、バージンウール 50%25% ポリアミド25%ビスコースが入っているサラサラした毛糸を使ってえっ、ー、となんと6ミリの針で編みましたなのですけすけな感じで涼しいです。前に ケイトとデートライブでスワッチを編んだ時に、えー、8ミリの針で編んだスワッチと6ミリのを比べてみて6ミリはどうですかってあの言われて編んでみた時にここの柄が見えやすいのでそっちの方がいいかなということででもう心は決めててホワイトマウンテンズ編見たいって思ってたので、えー、とその後 丸2日ぐらいででわっと編んでみましたで今回はホワイトマウンテンズのライトという細い糸で編めるバージョンの方のボートネックのノースリーブベストで、えー、と胸周りが小さめというのをで一番ちっちゃいサイズ大人の一番小さいサイズ 2XS で編んでみました。 最初ね首がちょっと大きいかなと思ったんですが大きかったらちょっと後から何かしようかなと思ったんですがこれ母用なんですがここ空いてる方が涼しいのでいいかなということでしたではいろいろサイズを測ってみたいと思いますこの幅は 46cm で1周 92cm だったのでちょうど 2XS の、ね、サイズ通りに編めたかなと思いますで このボートネックの部分は横で 28cm かなでアームホールは 20cm ぐらいですねでここの肩幅というか端から端までをちょっと測ってみると 40cm で着丈っていうのかな上から下までを。 ってみると48でこの1目ゴム編みにちょっとアレンジしたんですがそこが 7cm でアームホールからは 23cm22cm にしてから糸をあ針を変えたので 22cm まで編みました。 それでは使ったた道具などをご紹介しいいと思いますまず私が勝手にホワイトマウンテンズセットと呼んでいるマーカーたちこれもうねこの羊ちゃんマーカーに挟めておきたいと思いますで何枚も編んでいきたいなと思っているのでこれホワイトマウンテンズセットのマーカーですえー、とこっちがニトプロさんのこっちの色の方が身頃でこっちが袖の方です これもニットプロさんだったかな。こっちが金属で、こっちがマインドフルの方のとプラスチックでできています。4つ必要です。あと、ダンスカウンターも使っています。なんか3、4段を何回目とかってあるので、それの時にはこのチャームをね、今後かして何回したという感じで数えたりしていました。あと、この広瀬みどりさんのホワイトマウンテンズは、 目がここううななりりままますすよってこうなるまでやりますとかっていう感じなので目数を数えてみたり毎回そのシーンがあるんですねで今回ね一回も間違えずにできて右ねじり増し目左ねじり増し目も間違えてなくってなのでここがねすごく綺麗に見えてね嬉しいです初めてできましたそしてセーターを編む時には付け替えは割りすごく よかったです。えっ、ー、と、リッキーさんのカラーというもので、えー、6ミリ。この6ミリで編んで、あと必要なのは5ミリと4.5ミリ。3種類必要でした。で今回コードは、なんと60センチのコード1個しか使ってなかったので、 あ、でも付け替えはバりがいいかなと思います。60センチからスタートだと首のところもあのマジックループせずに身頃のところももちろんまあ今回袖がなかったのでそのまんま編むことができてすごく楽でした。で、えっ、ー、と、太いところに付け替えるとき、例えば最初首のところを確かこのピンクで編んでたと思うんですよね。えっ、ー、と、中くらいの 針のでこっからこう身頃の針6ミ、mm、リ、に 5mm から 6mm に変える時に、えー、とは片方ずつ最初こう編んでいたものを右側だけこれに変えてで一周編み終わったらこう変えるというふうに 細いいののから太いのに変える瞬間はそんな風にしましまたでそんな時もねこのリッキーカラーはね全部色が違うので私はね間違いづらくて、まあ、い針の太さが全然違うんですがちょっとねテンション上がったというか楽しかったです逆にえっ、ー、と 太い針から細い針に変える時には一気に左右とも交換して 60cm の輪針で編んできました例えばここですねここで中くらいのに変えてここで、えー、とリブ用の針に変えるのでそこの時には一気に変えましたそしてここの部分アイコード止めをしてもいいんですがいつも私が使ってしまうのは アイコードニッターでここの1周分よりもちょっと長めくらいなのの,こあのアイコードを作って、えー、と片っぽは縫ってみましたで片っぽは引き抜き編みをしましたで今回はね太いあのこの隙間感がいいのなので別にどっちでも良かった ですが、ここのアームホールの穴とかもね、気にしなくてもいいし、あの、ベストの時にはすごくいいですよね。この、どんな割合でね、引き抜いたらいいのかっていうのが、ちょっと難しかったので、こっちよりは、この、縫い付ける方が良かったかなと思います。普段は靴下の、例えば、ウツボソックスとかの時に、アイコードを使った時には、引き抜き編みをした方が、あの、 隙間が開かなくていいんですが今回はねここはアームホールは伸び縮みした方がいいのできちっと穴が開いてないよりも緩い方がいいので縫った方が良かったかなと思っています。でこのボートネックを選んだのでどっちが前でもよくって母がとても着やすいと思うんですが一応ね糸始末した方を後ろにしてこう切るといいかなと思います。 でちょっと着画をお見せしたかったのですが <laughs> できないのでちょっと口で説明させていただきます。えー、ここの開き具合がね肩幅ギリギリくらいなんですがここはできるだけこうね寄せてこう着たりまあ暑い日には前をちょっとこう垂らし気味にして着たりしてでホワイトマウンテンズって何がかっこいいってここの部分なんですよね。ちょっっっと私もさっき着てお見せしたかったかかんんですけどなんか うままく撮れなかったので口で口説明しますこう肩を横からこう見た時のここのラインが素敵だしあとこう斜めから見た時にちょっと引っ張り気味にこうこうノースリーブですよじゃなくてちょっとこう袖がお袖がちょっぴりありますよみたいな感じにするとすごく素敵に着こなせるんじゃないかなと思ってこれがねあのホワイトマウンテンズただのラグランかもしれないけどちょっと あのエッジが効いてるよみたいなのが思うのはそういうシーンですねでこうちゃんとね裏編みとこの増し目をしたところのラインとかもここまでこう続いててそれが美しいなと思いますああイコードが下手でちょっと水通しもしてないのにこんな感じですがというのが出来上がりましたでえっ、ー、と「ホワイトマンデンズ」もう何枚編んだえっ、ー、と1枚目がねこれがね母のお気に入りの。 なんですがこれ1玉でもホワイトマウンテンズ買ってすぐ編みたいじゃあ1玉しか同じのないけどこれで編んでみようってしたのがこれでで一番お気に入りでこれと2枚でしょあとボートネックのとダブルのクルーネックの全部で4枚編みましたがまだまだいろんなバージョンと組み合わせでね編めると思うんですよねなので今回はちょっとバージョン1バージョン2まあこっちが バージョン1で、で、こっちが、えっと、中細でも編めるというライト、マウンテンズ、ホワイトマウンテンズライトというバージョン、バージョン2のこの違いについてまとめてみました。広瀬みどりさんのホワイトマウンテンズ、ギリシャの山から撮ったそうです。ホワイトマウンテンズバージョン1とバージョン2の方はホワイトマウンテンズライトという名前です。で えっと、バージョン1は太い糸で編みたいよという方はもうこっちかなと思います。ちょっとこまとめたので、これ、あ、いいなっていうところに丸つけて、丸の多い方をね、編んでみるといいんじゃないかなと思います。こちらがバージョン1。こっちがライト、バージョン2の方です。えっ、ー、と、太い糸で編みたいよとか、あったかいウェアが欲しいよという場合には、こちら、バージョン1。 ね、ライトの方は、いや、中細たくさんあるんだよなって、私もそうなんですが、そくやんあるので、それ一個だけでは見たいよとか、あと、えっ、ー、と、上八ちと薄めのウエアの方が好きなんだよな、似合うんだよなという方は、ライトがおすすめですって、こう、ピチっと編む。で、逆に、こちらも中細で編んだり、モヘアだけで編んだりすると、隙間がこう出て、ふわっとしたのを編めるので、 別にね、中細があるから絶対ライトじゃないとダメとかそういうわけではないと思いますこ。これね、中細でバージョン1を編んでみたものだしね。で、なんか3本取りにするとかね、そういう工夫のシーンもあるので大丈夫です。あと、襟がね、襟の選択肢が全然違います。バージョン1の方はハイネックとオフタートルとダブルのクルーネックとクルーネックがあります。 私はダブルのクルーネックとボートネックを編んだかな。で、えっ、ー、と、ライトの方はクルーネックとボートネックで、ボートネックは小さめと大きめが選べます。で、えっ、ー、と、これだけが前後差がないので、こんな風にね、襟の前後差をつけずに編むので、第,1第2章だったかな、1個工程がないんですよね。なのですごく早く編めます。 いやーということはやっぱりね、両方買ってね、いろいろ行ったり来たりするっていうのが一番楽しいんじゃないかなって思います。私、両方買って、例えばボートネックのバージョン1で編むとかってこうやったので、うん、ちょっとね、悩ましいところではあります。こっちの方がいろんな種類があって、やっぱ冬に温かいものを編みたかったら、こんなね、いろんな襟を選べる方がいいような気がします。そして サイ,ズ展開サイズ展開はバージョン1の方は 2XS から 6XL まであります。で、ライトの方はさらに多くて子供1234まであったかなから 6XL まであります。で、これ結構オーバーサイズ気味で袖の付け位置が下の方になっていますっていう。 説明書きがあるんですよねなので私は身頃ピチッとして着たいなってこれから夏とかねそういう薄めのウェアの方がこう似合うタイプなのでだったら子供1とか2子供1は無理かな <laughs> 子供4とかをちょっと編んで身,身幅を合わせてみようかななんて思っています。まあ、サイズ展開はすごく あるのでどっちもいいいと思いますで子供に編みたいよという方はあのライトの方を選ぶといいんじゃないかなと思いますそして両方ともに共通してノーーススリーブとベストも編めるようになっていますしかもライトの方にはすごいですよね小さめのバスト周りと大きめのバスト周りっていうのを選べるのでとても助かりました <laughs> えーと 母に合わせて小さめのバスト周りを選んだら、なんと、あの、アームホールのここをね、一目多く編むとかっていうのもゼロだったので、さらにね、早く編めたというか。まあ、でもここね、選べた方がいいですよね。しかもね、なんか首周りのサイズと身頃を選べるんですよ。例えば、首周りを広くしたいけど、身頃はそんなに広くない方がいいとか。 それを選ぶことによってアームホールがこうなるからとか袖がこうなるからみたいな説明書もついててやっぱりね日本語の,あのパターンではそこまでこう分かってくるのですごく丁寧なねパターンかなって思いましたそしてさらに <laughs> すごい楽しかったので全部言っちゃいます、えー、と肩が隠れるように仕上げる方法っていうのもあって ありますよねノースリップっぽくこう着たい場合とさっきあの母が着てこコピーってしたらすごい素敵だったよってこうしたいならこういう風に編めばいいみたいなのも書いてあってあーセーターってそういう風になってるんだってあ,あとね肩幅広めにしたかったらどうすればいいかとか、うん、そういうところがねきめ細やかで感動しました。<laughs> ということでバージョン1。 か,2かどっちか一つ買ってみたいよという方はこの表をね使ってどっちが好きかってこう丸してみて丸が多い方を買ってみればいいと思うし私のように両方買っていろんなのを行き来してやってみたいといやもうね4枚あんだけどまだまだやってみたいことがいっぱいあるんですよねハイネックあオフタートルまだ編んでないしとかえっとクルーネックバージョンのライトのやつも編んでみたいなとか 多分そ,それを次に編むんですけどねそういう行ったり来たりができると思いますなのでよく考えてホワイトマンデッズを買うかライトを買うかはたまた両方を買うか考えてみるといいんではないかなと思います今回私がアレンジしたこともメモしておいて今後の自分のためにも残しておきたいと思いますえー、っと「裾のところを一目ねじり込む編みにしました」というのは えー、一目細編みがあまり上手じゃないっていうのもあるし涼しげな感じにしたかったっていうのもあったのでそんな風にしましたもちろんねここのところの幅とかもお好みにしてくださいっていう感じで書いてるのでいろいろやれることがあるんじゃないかなと思いますでなのでここを伸びる伏せ止めにしてみました 伸び伏せ止めにするとあ2目一度止めにするとこうビラーってなってかっこ悪い糸とこんな風に一応キュッとしてくれるものもあるので,でここがね入らないと嫌なのでにしてみたんですが伸びるせ止めじゃなくてもも入ったかもしれませんね <laughs> そしてえー、と一番のアレンジはあれですね 6mm で編んでみたですよね。で,6、mm、で編んだらゲージと 特にあの目数がぴったしだったんです、ね、でまああの段数は合わなくっても編んでる間に何センチか測りながらいけばいいと思うので,で6ミリでぴったしだったのでこのまま編んでみましたとても涼しげでしかもねちゃんと柄も見えてて私はねこの茶色がくるシーンが好きだったんですよね茶色がくっつくとなんかチョコレートみたいで美味しそうだなとか <laughs> 思いながらよく柄もね見れて。 楽しかったです。で、えっ、ー、と、あ、アイコードニッターを使って最後は縫うパターンが良かったというのを覚えておきたいと思います。今後やってみたいこと、えっ、ー、と、ホワイトマウンテンズの半袖バージョンを作ってみたいなと思っています。えっ、ー、と、袖も好きなところで留めれるようになっているので、半袖でも作れるんじゃないかなと思っています。その際にはコットンでやってみようと思います。 であとレース糸でしたらどうなるんだろうとかあの糸で編んだらどうなるんだろうとかって思ったらもうずっとホワイトマウンテンズしか編まないんじゃないかななんて思っちゃったのでこれから私の動画何か上編みましたって言ったらホワイトマウンテンズって言っちゃうかもしれませんさっきちらっと言ってたんですがえっと身幅をねぴったしで着てみたいのでえっと子供サイズ 4か3ぐらいで編んだらどうなるかっていうのをやってみたいなと思っています。いや、これからまだまだ楽しめそうな一生ホワイトマウンテンズだけでいいんじゃないかなって思ったりもしています。ということで今日はホワイトマウンテンズのノースリーブを6ミリの針で編んでみたという動画でした。最後までご覧くださりどうも。 ありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょう